ご乗車いただきましてありがとうございます。こちら十石峠ケーブルカーは全長が316メートル、高低差が101メートル、平均勾配18度、最急勾配22度のケーブルカーです。さて、十石峠の十石とはその昔、山頂よりはるかに十カ国見渡せることから名付けられました。そちらの十カ国とは昔の呼び名で、伊豆、駿河、遠戸海、甲斐、信濃、武蔵、上総、下総、安房、相模の十カ国のことでございます。そしてこちら下りケーブルカーとのすれ違いとなります。さて、これより山頂へと参りますと、標高770メートル、山頂広場にはこの地を訪れた皆様の旅の安全と交通災害ゼロを祈願して建立いたしましたお願い地蔵がございます。お願い地蔵より右手芝生奥には、鎌倉幕府宇多将軍源実朝が十石峠より沖合に浮かぶ初島の寄せては絶えず白波を見て歌った歌碑がございます。歌碑より先には祈願山東光寺ハイキングコース、アスレチックコースが続いております。ご乗車ありがとうございます。まもなく山頂十石峠駅到着です。お出口は左側となります。お降りの際はホーム階段お足元にご注意ください。なお本日山頂の方風が強くなっております。お手回り品などが飛ばされぬよう十分ご注意ください。ケーブルカーは15分おきでの運転です。次の下りは11時35分、その次は11時50分の発車となります。